どうも、サッティックでございます。それではモンスターファーム2リセットできない縛り、今回もやっていきたいと思います。引き続きこのテーマパークを育てていくところからスタートということでよろしいですかね。さあ、 A ランクの大会がかなりギリギリなんですけども、そのギリギリの橋を渡っていく楽しさということでやっていきたいと思いますよ。まあ命中率がもう700になりそうなところですからね、700にまずしていきましょう。きっちり上げていくってことは大事ですね。どうなのどうなの、いやー、あとちょっとってところがね、いかなかったりするわけですよ。あとちょっとってところが元気だよということで、1周目にあるからね。でもこの間の感じからいくと A ランクめっちゃ危ないよね。相当ギリなんだよね。危険な橋を渡ることになりそうだけど、しかし挑まずにはいられない。いられないじゃん。いられないね。挑まずには。よし。さあ、もうね、寿命の橋の方ですからね。もう最後の命を燃やしてるところだと思いますんでね。頑張っていきましょう。さあ、ビタミンもどきとか上げてっちゃって。上げてっちゃう。最後までこう、こいつを甘やかさない。ビタミンもどきだし、欲しいものもあげない。最後の、命の火を灯す最後の瞬間までこうやめないっていうことで、ちょっと半分いじめみたいな感じになってますけど、いやでもほら厳しめじゃないですよ。ロイヤリティとして普通ですからね。この子の好きなもののとこにあのプレイヤーミーティンクに帰ってますんで、素晴らしい。よし、じゃあ使っていきましょうか。 A ランク気合い入れていかんとダメですね。よし、オイリオールなめんで完璧だ。行くぞ。あ、ちょ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 、ダメダメダメ。行くぞ。テロメアンって何やったっけな。テロメアン、テロメアンっていうアイテム覚えてない、いまいち。あんまだからこの大会俺出てないんやと思う。あー、大会の時能力値上がるやつだ。あ、これやばいわ。すっげえ強いやつだ。寿命が20減るんですけど、その代わり回避2倍、力 1.2倍、命中 1.2倍、回避2倍。やばい。あ、やっかいやついる、赤いやついる、やばい。ドラゴンがいるドラゴンがいる、やばいやばいな、 A ランクやばいな、ほんと。おー、これからピンチの連続やろ。いや、この命中率怖いね、ほんと。当たったら死ぬね当たったら死ぬぜ。やばい、トリガーだから絶対ダメだこれは。あかん、やめて、マジあかんで、ね、おぶんな、おぶんな。よし、勝ったやろ、これは。オッケー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 、勝った勝った、これは勝った、これは勝った。よし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 。これで落として、オッケー、いった。よーし、オープンねー。普通、打つか、いきなり。ドリルアタッカーで、威力ね、なんぼやったっけ ?A か S かその辺なんですよ。もう当たったらマジ一発で死にますわ、あれは。あれはやばい。危なー。なんちゃ危ないもん打ってくんね。さあ、こっからは、レアモンと呼ばれるモンスターですね。通常の再生はできない、レアなモンスターです。あっと、ゴートレック。戦いたかったのにね、どんなか見せれたのに。結構あのこの動画見てくださった方もね、自分が今戦ったことないモンスターを見せてくださったりしてるんで、それがこう楽しいみたいな感じのことを言ってくださってるんでね、できるだけお見せしたいんですけど、見れなかったですね。ゴートレック、ゴートレックはクジラというモンスターになります。非常に大きいモンスターです。こいつはまだ命中率低いからいいんだけど、当たったら死ぬぞ変わらずドラゴンですね。ドラゴンは育てたいね、この実況の間に。あー、マジか、待って、嘘やろ。当たんなよ、絶対当たんなよ、そんなもん。あかんぞお前。あ、嘘。あ、使いたくない技使っちゃった。ちょっと俺の意図しないやつ。どうじゃー。オッケー。危ない。この命中率と回避の差でも、ウィングブレスは 50% 台っていうところは怖いね。あれ命中技ですね。多分命中率 S ですね。オッケーオッケー。クジラはね、まだまだ俺再生できないんですよ。見て、見せたいなと思うんですけど、ちょっとね、当分無理ですね。ブリーダーランク、6段超えんといかんのですよ。6段超えて、かつ、なんていうんですかね、別のモンスターを再生する条件を満たしとかないとダメなんで、そのモンスターの再生条件がめんどくさいんで、ちょっとあれですね。で、ドラゴンは6段にさえなってしまえば、次から一度でもね、出てきます。なんぼでもチャンスありますんで、一回6段になってしまえば大丈夫です。まあ、それでもまだまだ今の俺には遠いんですけどね。6段ってことは、今、4段になったんで、A ランク越したら5段、S ランク越して6段ですね。S ランクの公式戦を突破しないと6段にはなれないです。かなり遠い道のりですけど。相場です。しないと手に入れられないのはドラゴンということで。まあそれに比例して能力も強いんですけども、なかなかね、ガッツ回復が遅いモンスターはね、戦いにくいよね。よし、ライフが1段階上がったで。マッチくれ。
残念だったな、マッチあげないのだよ。いや頑張ってくれてるのは知ってるよ、すげえ頑張ってくれてんだよ。やばいよね、ライフ210になったらね、新しいところに探検に行けるんですよね。今更感はあるんですけど、お金になるんで。テロメア、ちょ、危ない危ない危ない危ねえ。そうそうそう、逃げる赤字、回避が2倍になるからってことだよね。テロメア、俺ほんと一番モンスターファームやってた全盛期では多分ほとんど手に入れてないですね、この大会出てないですね、あんまり。さて、次面白そうな大会はここかな。 A ランクプラチナ杯っていうのがありますね。これに出ましょう。プラチナ大事ですね、お金になりますから。やっぱりな、怖さがあるから回避だと思うんだよね、上げとくの。回避しっかり最後までコン詰めて上げていこう。999になってもね、今の敵の能力やったら全然油断できないですよね、これが怖いところ。よし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 、大成功、いいじゃんいいじゃん。しっかり褒めて、しっかり褒めて育てて、褒めて伸ばすタイプ、褒めて伸ばすタイプ。まあモンスターのね、俺今のところ良いものしか育ててないんでね、あれなんですけども、まあ良い悪いっていうのは一応あって、まあ良いものは大成功出るんですね、悪者は大成功出ないんですよ。なかなか悪者だと大変ですねでも悪者しか覚えられない技っていうのもこの世界には存在しててっていうところもあってね、非常にちょっと繊細なところなんですけど、そういうバグもあるんですよね。絶対に良いものしかいないモンスターやのに悪者でしか覚えられへん技があったりとか、そういうちょっとね裏事情みたいなのあるんですけど、次作ろうとしてる火の鳥はまさにその裏事情によって生まれてるモンスターです。火の鳥は絶対いいもんにしかならないんですよ、いい子なんですよ、すごく悪い子には絶対ならないんです。来たねー、カーバロちゃん、どうもどうも。行かないよ、ごめんよ、もう行かねえ行かねえ、絶対今とか行かねえよ、当たり前だろお前。行かねえ行かねえ、ノー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 、ダメだって。おう、この追っ払った後の顔な、やれやれだぜ感めっちゃ出てるからなカバロもかわいそうに。なんとかねライフ210にしたいな、210になって新しい探検とこ行って最後そこでしっかりアイテム集めて売って引退したいね、そこまで行きたいなと思ってる。でも今年無理だったらもう多分無理なんだよね。じゃあお前ライフ上げる修行しろよって言われそうやけど、そこはさ違うね、その大会で上がったそのラッキーゲッチュで行きたいわけよ。他のとこはちょっとちゃんとね、能力値は鍛えておきたい。合体用に。しっかりもう。今はもう俺が目指すのは合体のためだけだ。はい、郵便です、どうも。アイテムの安売りですか、そうですか。はいはい。もうここまで金あったらアイテムの安売りとか金銭とか買うし。ここまでお金あったらもうお金の暴力できるからね。うん。財力に物を言わせて。俺は頂点を取りに行くんだ。モンスターファーム結局そういうゲームですか、しょうがないね。財力に物を言わせるゲーム。いやーしかしテーマパークもね、思った以上に、おいすごいやん、長いこと生きてんね、ほんとね、順調すぎるよねほんと。いやいくら素の寿命が長いとはいえ、ここまで長くさ、こんな一戦で活躍してくれると作った時は思いもしなかったですよ。この子あれっすね、もともとお金がいっぱいあって、俺がマジで行ってたら多分クリアできるレベルやったと思います本当に本気で行ってたら多分クリアできてたと思いますね。大ゴモも使ってですよ、当然大ゴモも使ってですけど、行けてたような気がしますね今から思うと。まあ今思っても後の祭りなんですけどね。大ゴモとあれかな、あっちも取らなあかんかったかな。寿命伸ばす桃はね、実はもう一個あるんですよ。大ゴモだけじゃなくてもう一個白銀桃っていうのがあって、それも取ってたらやったかな。黄金桃と白銀桃両方取って初めていけてたかもしれへん。 OK、 よし OKOK、 もう全然余裕だぜ。さあここで休ませてからのプラチナ取りに行きましょう。プラチナですよプラチナ、まあ、このプラチナとかが210のライフになったら探検で取れるようになるんですけどね。さあ行きましょうプラチナ杯。まあ、プラチナ杯っていう名前ちゃうけどな。名前ちゃうけど、まあ、細かいことはいいんですよ。トーナメント形式なんで、まだ勝つ確率は高いよね。まあ、棄権してくれる確率は低いけど。テレテンテンテン、テレンテレテンテ。よっしゃ、来いや。来いや、この野郎。見せてやるぞ、俺の強さを。プラチナちなみに打ったら何本やったっけな。プラチナは8000ゴールド。やばいね。
8000でかいね。さあカタリーナ勝ち上がってきたね。アーキロン、アーキロン戦いましたね。結構危なかった記憶があるが、よし来い。よし、プラチナは8000か。8000ゴールドでかいね。さあこの万能な強さ、これですよね。この万能な強さ怖い。地雷神は怖いよ。オープンで避けた。ナイスナイスナイス。賢っ。じゃあ回避上げててよかった。 98% ってとこ気に入らんけどな。若干命中落ちてるとこ気に入らんな。よし行くぞ。これでもう決める。ラスト行け。はっ、よし、オッケー。いやー、最初の地雷神が当たらんかったのでかいね。あれ当たってたらまたちょっと違った戦況になってましたね。多分こんな簡単にはいかなかったと思う。地雷神ってだってガッツダウン、あでもガッツダウンいいか。ちょっとだけ落ちんだな。あでも一撃で落とされる可能性が一撃で死ぬ可能性が微粒子レベルで存在してたな。それはやばいね。さあ末蔵はとりあえずね、技もらいたくないんですよ。ガッツダウン入ってるんで、全部ガッツが落ちちゃうんで、全然こっちのやりたいことさせてもらえないんで。ただ当たったら勝てる。こいつは神装甲だから当たったらいける。熱視線当たりたくないな。その近くのこれもテレパシーも当たりたくない。いや嘘だ、あぶなあぶな。まさかここでそんなことなるとは。やばい、当たったか。これは無理か。これ命中 S なんですよね、この技。これは避けれねえか、さすがに。いい、勝った。よし、賢さ技やったからまだ大丈夫。よしよしよし、これ力技やったら即死でしたね。賢さ技なんで、前も言いましたけど、賢さが高いモンスターには賢さ技はちょっと軽減するんで、それは助かりましたね。まああとサイコキネシスのダメージが D なんですよ。あれ弱いんですよ、すごい威力は。それが助かったね。危な、珍しく当たっちったよ。 60% って書いてあったもんな。まあしょうがねえとこあるね。それよりも一番は意味不明に久しぶりになったとこだ。ほんと勘弁してくれよ。ロイヤリティ 99% だぜ、ほぼ。まさかのやね。 OKOK。意味不明なんて懐かしいですね。久しぶりですよね、なるのね。ほんとね、勘弁してくれよ、勘弁してくれよ、ほんと。まあいい、とりあえず勝って8000ゴールド手に入れた。これ大きいですよ、8000ゴールドは。軍資金ですよ、軍資金。はい、ありがとうございます。いやー来たね、ライフ210超えたね。これいくか。もう寿命さ、末期だからさ、失敗したらさ死ぬんだけどさ、テーマパーク失敗したら死ぬと思うけど、最後ちょっと一肌咲かせに行くか。行っちゃう、これ行っちゃう。ちょっと待って、もう一遍ちょっと条件見させて。条件210超えたらやろ、確か。倒列300、あ210だ。2月の1週にライフが210超えてると冒険の誘いが来るって書いてある。210だ、超えたぞ、来たぞ。おい、ついに最後のとこに行けちゃうぞ。これはそこまでに大会はない、つまり障害は一切ない。もう出るだけ、単純に。いやー、これ行くかほんまか。ちょっと目かゆいんで目薬をさしまして、と。元気だよと。はいはい、いやこれ行くか。じゃあちょっと待ってね、ちょっと調べさせて。どこにいいやつがあるのかっていうのによるんだよね。そのいいやつがあるとこに行きたいんだけど、そこにあんまりいいのがなかったら、近場にいいのがあったらいいわけですよ。要するに遠くにしかなかったらもうね、論外ですよ。 XY ってこれ何の、これ XY、 あ、この辺全然やね。 YZR、 一箇所だけ近くでいいの取れるとこあるね。そこ行くんやったらって感じやな。そこ以外はちょっと遠いな、全部。うん、賢さが600以上必要。あーでもここも遠いね。しかもちょっと上がり幅が落ちてきてね、これ。やばそうだね、なんか若干上がり幅が落ちてきてるよね。やばいよね。吹雪の塔、あ、ここも近いね。割といけるな。あー、ギリギリって感じやね。ライフがねえからあんまり探索させられねえんだよな。そこまでのリスクを冒していく、もうちょっとライフが高かったら、この思ってる箇所全部回ったら全部から銀の塊とか取れて、多分すごいことになるんですよ。
でもそこまでのリスクを負う必要があるのかって言われるとね、ちょっと微妙かもな。うん、もうちょっとライフ欲しい感じするもんね。いやー、ダメかな、ギリギリすぎるかな。ちょっと4周使っていくほどの価値があるかどうか。まあでもトレーニングしてもどうせあんま努力値上がんねえし、いっか上がんないでしょ、もう全然こいつね、もう全然上がんないんですよ。寿命終盤になってくるとなかなか能力値は上がんなくて、大会でやっぱ優勝した方はね、上がりがいいんですよね。これ休んだら次来るぜ。いやー、どうすっかなー。これ行くんだったらここで休ませたくないな。ちょっと奇数じゃねえけど、プラチナ、プラチナちょっとしかないけど、しかもプラチナリングっていうかいやー、どうしよう、めっちゃ悩む。生かそか、生かすか、いや生かせよ。この子の今の目的はもう能力値はほとんど上がらないんで、お金がメインだから生かせよ。行ってちょっと取ってきてもらおう。だからまずオイリオールを買って、この週はちょっと申し訳ねえけどトレーニングさせて、次の週休まして、全開で生かそう。よし、さあ行くぞ、頼むぜ。これで探検から帰ってきた瞬間死ぬとかマジマジ勘弁ないけど、それだけは勘弁してほしい。せっかくやし、せっかく動画ないし、新しいところちょっと行かそう、挑戦していこう。一箇所もうここって狙い決めた、そこ行く、そこで取れへんかったらもう諦める。そこで銀の塊があるから、レアなモンスターは、じゃあレアなアイテムある。ちょっと鼻水出た。よし、チャンチャラチャンチャン、よし行くぞ。出発の前にもビタミンもどき、ほら体調を整えるみたいな感じがするよねすごい言い訳やけど、行くぞ。さあ来た、こんにちは、どうもです。突然やね、うん、あれこいつ一回来たことあったっけ。あ、一回あったっけ。まあいいや、行こう。はい、あ、前はそう来たけど断ったやな。よしよしよし、すっかり忘れた、初めて来んないと思ってた。さてと、ライフが少ねえからチャンスは少ないぞ。頼む、頼むぜマジで。さあトーレス来た、雪山仕様ということで、はい、よし冒険スタート。まずここで左に曲がります。すぐ上に1個あります。ここが一番近くていい、うちにと俺にとっては。ミニモンスターでもいるのかな。いけ、テーマワーク頼む。3つ、銀の塊が1個でもあるといいけどね。いきなり奥行っちゃう。さあ素晴らしい、一発で持って帰ってくるこの賢さよ。さあなんだなんだ、いやーそれはいらんで、マジか。しかもそれさ、攻略本に書いてないやつなんやけどあ、やばい、いやーそうじゃないんだよ、そうじゃないんだよ、違うんだよ。賢さ800あってもこれやもんな。もっぺん行こう、ちょ次一回出よう、ちょっと残りライフを確認しとこう。OKOKOK、 いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいよいいよ、まず取ってきた。はい、何でしょう。嘘だろー、やばいね、これね、攻略本と書いてる中身が違うね。ってことは銀の塊がない可能性が微粒子レベルで存在してるぞ。どうだ、いや円盤石とかけらね、はい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 、それはいいよ。よし、まだいけるな。ちょっと待って、こっちから行くの近いのはもう一回戻った方がいいね。ベースキャンプのところまで戻って、でこれどうすっかね。ここの障害物もさ書いてないんだよね書いてないんだよ、実は書いてないんだよな。行くか、ここからここで近道見つけて、ここどうだ、でっかいバンホラーな。よっしゃ、ほらどうじゃ。ここもでもいいの書いてないんだけどね、実際のところ。でも今書いてないの出てきてるから、もしかしたらワンチャン、氷の塊ね。これはまあ多少売れます。はい。
氷の塊ってなんぼで売れんやったっけな。これ忘れたな完全に。確か高値で売れた気がする、気がするだけかな。よし、怒りそう。はい、ちょっと一回出て。あ、これもやっぱ書いてないアイテムだ。怒りそうも書いてなかった、ここに。よし、じゃあいけるぞ。大丈夫大丈夫、お前なら見つけられる。お、すごい、優秀優秀、この優秀さ、この優秀さ。なんとかプラチナかなんか帰ってこいよ、持って帰ってこい。 OKOKOK、 まあいいよまあいいよ、氷の塊でもいいよ。もう安、確か確かそこそこの値段で買い取ってくれたはず、俺の勝手な予想やけど間違ってたらごめんって感じやけどな。戻ってきたよ。はい、アイテム取れなかった、どんまい。どう、まだいけるね、まだいける。よし行こう、こっから1回単位で出た方がいいかもしれない。もう2回はいけると踏んでる。よし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 。ちなみにここにもレアモンのね、必要なアイテムが何個かあって、1個まあ結構いいのはあるんですけど、簡単に取れる、それを俺は捨てます。アイテム持てない、アイテム持てない、マジか。これいらんわ、これいらん、いらんいらん。よし行け、もうちょっと家を増築しないとダメ。よっしゃ、これで帰ろうか。ちょっともう残り1個は残しといていいんじゃないかな。危ない橋を渡る必要ない。よし、アイテム持てませんね。ちょうどもう1個捨てるのあったよね。これこれ食べかけの実、これいらん、これいらん。よし、いい、よし帰ろう。善は急げだ、善は急げ、善は急げじゃんね。危ない橋は渡らない、それ大事。あ、待って、ここだろ確か。ここ一回だけ行かせてください。ここ一回だけ。うまいこと言ったら、そのレアモンを今度作ろう。あ、ダメだ。はい。はい。はい。アイテム諦めます。はい。ダメか。一発では取ってくれなかったね。ここにあるんですよ、一応。レアなやつ。確かね。万能のりっていうのりがあるんですよ。そののりを使うとね、ちょっと人形が作れるんですよ。まあいいでしょう。よし、円盤石のかけらだけでも結構値段いくね。まあまあいいでしょう。成功、大成功になるのはレアアイテムをゲットした時だけです。よし、さあ来いよ。 Now loading。 あれか、さっきのところレアアイテムつったけど、先にあれかな、人形作ってからじゃないとダメか、かもしれへんな。とりあえず今回ボケ疲れたで、頼むで、死ぬなよ、死ぬなよ、頼むぞ、頼むで、まだまだ死んじゃダメだよ。もう引退勧告されそうな気もするけど、冒険は寿命減るやろ、絶対減るよね。大会、修行、冒険、この辺全部減るもんね、普通よりも。よし、さてと帰ってきたよ。だいぶ疲れてる、知ってる知ってる知ってるよ。さあ相手売りに行こう、楽しい楽しい、換金の時間だぜ。150だった、全然ダメだった全然ダメだった、俺の気のせいだった。あーあー、1000円、1500円、1500円ぐらいですね。はい、生かさない方が良かったんじゃないかあー、生かさない方が良かった、臭いな、しまった。あ、テーマパーク誕生日、マジか、来ちゃったね。イカさん方が良かったかもね。もうちょっと稼げると思ったんだけどな。残念、銀の塊1個でもあれやね、チャラにできるくらいやったんですけどね。おお、だいぶ生きたね。さあテーマパーク喜んでおります、あざす。さあプレゼント開けましょう、ケーキ。ケーキだけはどのモンスターも共通で好きっていうね甘いもんは好きなんやね。6歳やで。あー来た来たね、引退勧告来ちゃったね。6歳で引退ですか。いやー、だいぶ強かったですね今回、この子は本当に強くて活躍してくれました。96勝 80KO、 勝率 100%、0敗ということで、素晴らしい獲得賞金か、かもすごいことになってますね。能力値引退させましょう。あんまり無茶はしないって決めてるんで、引退勧告されたらすんなり引退させます。そのチキンレースはセーブできるときにするチキンレースです。なんで今回はそこまでする必要はない。
よし、作りますか。火の鳥作りますか。あ、でもな、相性良くない気がするんだよな。大丈夫かな。とりあえず冬眠させて、タンタカタンタンタンっつって、よし冬眠で、こっからだぜ。合体、相性まず見たいんだよね。相性どんどんこの寿命すげえ長くなってきたよね。まずエピックこれだよな。命中が一番高いんか。ちょっとまずいかな、ちょっとまずいかな。まあいいか、エピック行って、でテーマパーク行って、テーマパークだけ能力値おかしいけどな。炎の羽で相性はどうですか。いや全然良くない時やで。まあ好きにしたらいいさ。全然良くない時のやつやで。全然良くない。あ、ちょっと待って、まあ好きにしたらいいさ、ちょっと待って、調べさせて。確かな、まあ好きにしたらいいさって普通だった気がするんだよね。かもなく不可もなくみたいな感じだった気がする。違ったっけ。かもなく不可もなくの時は自分で言ったんやったっけ。かもなく不可もなくだなって。ちょっとあ、かもなく不可もなくあったわ。言うわ。まあ好きにしたらいいさ、そんなに相性良くない時だ。これで作っても多分全然強くねえのが出てくるはずなんだよな。俺火の鳥作るって言ってたけどやめたくなってきた。やめたくなってきた。のすげえブレてるけどやめたくなってきたよ俺。いやー、だってさー、もうちょっといいね。もうちょっといい相性やったらやりたいけど。いやー、まあ好きにしたらいいさ、好きにできねえよこれ。ちょっと待って、考えさせて。ああ、賢さ命中回避高いんだよね。ああ一応いけると思うんだけどな。そんな悪くないの出てくると思うんだけどね。ダメなんかな、どうだろう。いや、ティンク、男ティンク、ブレないのが大事だと思う。俺はもう今回火の鳥で行くと決めた。アイテム1個減らすね。いけ。もう知らん。やっちゃった。もうリセットできない縛りで、もう一番やっちゃいけないことを思いつきです。最後、本当やったらあのね、合体の結果も今この2匹を混ぜて火の鳥になりましたけど、全然やった。全然やったよお父さん。全然やんか、クソ雑魚やん。いやー弱いよ。あんだけ強いやつ混ぜたのに全然やった、どうしよう。名前何も考えてなかった。火の鳥、俺結構まんまにするの好きなんで、火の鳥は火の鳥でいきますかね。立ちつて鳥、ひらがなにしてみた。よし、火の鳥で、火の鳥は火の鳥のまんまでいきます。いや全然強くねえじゃん。戦うことなんやけど。あーでも結構覚えてんね。火炎砲、炎ハリケーン、6連くちばし。おー一応覚えてんじゃん、それなりにはさ。そこはいいけどさ、これ能力値カスだな。マジか。あんだけ頑張ったやつ混ぜたのに能力値ゴミカスだったんだけど。俺の予定ではもうちょっと高い。やっぱ相性大事だな。相性が高いやつしか合体させちゃダメだな。ダッチということは信じましょう。まあ言っててもしょうがねえさ。しょうがねえ。火の鳥頑張ってこう、これから頑張ってこう、火の鳥くん。こんな感じでございます。火の鳥、回すんだったらこうか。こんな感じで見た目です。ちょっと目元がなんかねすごい感じになっておりますけども、燃えております。バンバン燃えております。火の鳥くん、予定としてはこの子は回避が高い方がいい、丈夫さが高い方がいいっていうのはないです。ありません。適性は一緒ぐらいです。上から順番に言うと、適性がライフ C、 力 E、 賢さ A、 命中 C、 回避 C、 丈夫さ C です。適性だけで言ったらあんまり良くはないです。あの命中が決して上がりやすいわけではないので、命中率でも上げると話になりませんから、
決していいわけじゃないです。その代わり賢さ A っていうのは非常にね、輝いてる、特性になります。せっかく初期能力が高いんで、あの銃トレーニングやるのは一番いいんですよ。銃トレーニングが一番いいんですけども、下手に銃トレーニングやって下げたくないです。もう元能力ポテンシャル高いんで、このままいきたいと思います。寿命は350になってますんで、まあそんなに、ある方ではないと。ガッツ回復も決して早くはないです。遅い方です。と予定としてはとりあえず賢さはめっちゃ伸ばします。もうさっきのテーマパーク並みに尖らせます。ガンガン尖らしていきます。で命中もそれぐらい尖らしたいなと思ってます。命中賢さの2本柱でいこうかなと思います。命中が上がりにくいんで柱の数はちょっと落としていこうかなと。で、いつものように賢さと、じゃあ丈夫さと回避どっちかを上げたいんですけども、両方とも適正 C で決して悪くないので両方ともそれなりに上げたいかなと思います。まあ当たるの確かに怖いですよ。当たるの怖いんで回避上げた方が得だと思うんですけど、それなりに上げたいなと思います。でそれなりの中にはライフも入れて、ライフ、回避、丈夫さの3つをそこそこ高くしてちょっと KO 率下げたい。一撃で死ぬっていうのを避けた感じに、したいと思います。で賢さと命中だけギョンと高い感じにしようかなと思います。一撃必殺は変わらないんですけど、一撃必殺できなかった場合のことを考えてちょっと硬くしようと思います。はい、そんな感じの育て方でいこうと思いますんで、今後火の鳥の成長日記、成長記録よろしくお願いします。じゃあセーブしましょう。今回ここまでです。合体したのめっちゃ後悔してる。すげえ後悔。もう次から絶対俺相性いいって言われた限りしないぞ。もう絶対しない決めた。今回だけです。はい、じゃあ、今回見ていただいてありがとうございました。またよかったら次のパート見てください。それではお疲れ様です。